どうも、しゅんです。本日は、第1回共通テスト模試自己採点結果ということでですね、ただいま30歳高卒による東大受験チャレンジ、モダゴン桜という企画をやっておりまして、東京大学理科2類を目指して、1年間僕が受験していくっていう様を追っていくという、そんな企画をやっているんですけれども、今回はですね、河合模試の第1回共通テスト模試、こちらを受けてきましたので、そちらの自己採点結果を発表していこうと思います。でですね、過去に共通テスト、今回の模試の目標点数、各科目の目標点数ですね、それを話した動画があったりとか、あるいは今年受けていく模試のスケジュールを発表するっていう動画があったと思うので、そちらを見てから見ていただくと、より楽しんでいただけるんじゃないかなと思いますけれども、そちらを見てなくても楽しめるように、お話ししていきますのでご安心ください。ですね、まずは、全体的にどうだったのかっていうところをお話しさせていただいて、そして各科目ごとにどんな点数だったのかっていうことを、目標点数と実際の自己採点の点数を踏まえてお話ししていこうかなというふうに思っております。でですね、さらに僕実は今年の1月に共通テストの本番ですね、今年の1月の共通テストを来年の予行として本番を受けるっていうことをやってまして、そこで、もう完全ノーベン30歳高卒のおっさんが、もう突撃すると共通テストに。で、何点取れたのかっていうところも、実はこれ第0回というかね、モダゴン桜始めますっていう動画でお話ししているんですけれども、そこでの点数ですね、ノーベン状態の僕が取った点数と、そっから勉強してきて、で、今回、目標点数、第1回共通テスト模試の目標点数これでっていう、そして今回、自己採点この点数でしたっていう、この3つを、踏まえてお話ししていこうと思うので、それは各科目のところで、1月ノーベン状態の点数、そして今回の共通テストの目標点数、そして実際の点数と、ちょっとね、進化点になってしまって、これがかなり大きな波乱を生んだという感じだったんですけれども、進化点になってね、点数の配分がちょっと変わったりとか、あと新しい、科目が追加されたりとか、分量がめちゃくちゃ全体的に増えたりとかで、一概にね、去年までの共通テストの形式の点数と比べてどうこうというのは言えないんですけれども、ちょっと一個のエンタメとして、楽しんでもらえたらなと思います。で、まずですね、全体ですね、今回の共通テスト全体の目標点数は 50% を目標にしていました。共通テストが1000点満点なので、500点以上取れたら一応僕の自分で設定した目標は達成ということなわけでございますけれども、さあ果たしてどうなったんでしょうか。最後に、まとめた点数各科目について話していって、合計何点だったっていうことを、お伝えしようと思います。でですね、多分ね、その東大を受ける方たち、もう超難関のね、大学を受ける方たちっていうのは、もう多分この段階で共通テストレベルは本当に低くて6割とか、アベレージで7割、8割とかはもう取ってるんじゃないかなっていうふうに思うので、目標点数 50%、めちゃくちゃビハインドだと思うんですけれども、ただね、やっぱりどうしても現実を見て一歩一歩着実に進んでいくしかないっていうところでね、少しずつ上がっていけたらなというふうに思っております。7月ですね、これね、模試のスケジュールの動画でも話してるんですけど、次の共通テストの模試が7月にあるんですけど、7月の後半だったかな、あるんですけど、そこでの得点率の目標は60から70%になっています。なんで本当に 10% ぐらいずつ上がっていって、最後はなんとか8割から8割5分を狙って足切りを突破していくっていうのが目標ですね。だから本当良かったです。共通テストの点数が100点200点で、その勉強すればするほど得点とかじゃないじゃないですか。なんで今100点取ってる人、今90点とか取ってる人もいると思うんですけども、僕も最後にその点数取れれば今取ってる人たちと並べるので、なんとか食らいついてね、もうギリギリのボーダーの争いに僕も手をかけれたらなというふうに思っております。何にせよ今回の共通テストの目標点数は 50% さあ超えれたのかというところを各科目、細かくお話ししていこうと思います。まずは文系科目から。それでは文系科目どんどんお話ししていこうと思います。まずですね、国語からいきましょう。まずノーベン状態で突撃した、1月の共通テストの点数はですね、原告が100点中86点、古典が50点中19点、漢文が50点中30点で、合計200点中135点でございました。で、今回の目標点数がですね、ただごめんなさい、これね、目標点数話すときに僕国語の点数の配分が変わってるのをちょっと知らなくてですね、その元々のね、100点50点50点なわけですけど、そっちのちょっとね、点数配分で言ってしまってるんですけれども、目標点数がですね、実際は原告は110点になるんですけども、僕が掲げていた目標は100点中80から 90%で、古文漢文も実際は45点
になるんですけれども、満点が45点になるんですけれども、僕が掲げた目標は50点中10から30、古典が10から30点、漢文が25点から35点と、まあ、つまり今原文が8、9割で、古文がもう完全これノータッチなので、まだ、もう、勘で、あるいはまあもうなんとかギリギリで読めて、まあ、10点から30点、まあ、この辺に落ち着いてくれればなっていうところだから、まあ大体、まあ5割いったら万々歳で、まあ3割とかぐらい取れたらいいかなっていうところで、漢文はちょっとだけ勉強しているのと、まあ能弁状態でも漢文はギリギリ読めたっていうところで、まあ同じぐらいの点数を継続して取れたらなっていう、ところで、だいたい 50% ぐらい以上取れたら、最低 50% ぐらい取れたらいいなっていうところが目標でございました。で、実際どうだったのかというとですね、原告が110点中75点で、古文が45点中18点、漢文が45点中26点で、200点中119点と点数ダウンです。ダウンしましたね。でですね、まあちょっと細かく見ていくと、原告がですね110点中75点取れたと、これ 10% が11点っていうことになるので、ギリ7割いかないぐらいですね。 69% とか 68% 得点率としては。なんでまあ僕原告結構得意で、でまあ高校生の頃つっても12年ぐらい前になっちゃいますけど、まあいわゆるセンター模試とか受けてて8割切ったことなかったんですよね。でまあ12年経って30歳になった今でも、まあ1月の共通テスト受けたら100点中86点で、まあ、かなり良かったと。まあ、本番もこれくらい取れてくれぐらいの点数だったんですけども、まあ、今回進化点になって、まあ、国語が10分増えて、で国語の原告の題文が1個増えたんですよね。でもうむちゃくちゃなことになってまして、時間配分が、時間設定ですかね、もうむちゃくちゃな分量で、ちょっとこれ本番を想定して、まあ、僕古文はもう全然読めないので、まあ、ほぼ勘みたいな感じになっちゃうんですけど、ちゃんと古文漢文に45分ぐらいは残さなきゃまずいだろうっていう風に思っていて、なので古文漢文に45分残しめちゃくちゃ噛んじゃった、45分残しでいくっていうペースで解いてみたんですね。そうしたらまあ原告が圧迫されて、もうめちゃくちゃ焦って解く感じになっちゃって、しかもまあ評論とかもめっちゃ分量多いなと思って、早く解かなきゃっていうところで、細かい点数を言うとですね、原告はですね45点中25点、45点中40点、20点中10点で合計75点で、まあ、いわゆる評論と言われている文章が45分の25、これめっちゃ低いですね。もうギリ半分ですもんね、 50% とかですもんね。で小説が45点中40点で1ミスなんで、これはまあ OK と。で最後の新しく加わった問題、なんかこれが文章となんか折れ線グラフとかのデータみたいなのが3つぐらいバーってあって、それと文章を照らし合わせて読み解くっていう鬼畜問題で、それが20点中10点だから、もうこれほとんど時間なくて、もう10分ぐらいでもうほんと斜め読みで解いて、ギリギリ 50% 死守しただけっていうような感じで、それでまあ110点中75点、まあギリ7割いかないっていう点数取っちゃって、これ人生最悪ぐらいですかね。めちゃくちゃきつかったですね。かまあ僕の実力不足っていうのもあるんでしょうけどもね、相当早く読まなきゃいけないっていうことが分かったっていう感じですね。これ苦しいですね。マジ平均点どれくらいなんでしょうねこれね。ちょっとびっくりしましたね。時間がとにかくきつかった。で、まあ、古典は、まあ、なんとか、まあ、読んだふりというかね、もう一応自分なりに解釈して読んでみて、まあ、綺麗に45点中18点と。で、漢文は、まあ、やっぱりちょっと読めて。で、まあ、今少しだけね、本当に一日、ちょっとずつ漢文はちょっと普通に面白いなっていうふうに思って、単純にちょっと趣味程度にというかね、ある意味、ちょっとずつ漢文は勉強してて、で、実際ちょっとやった、あ、これやったやつだ、みたいな、知ってる句法だ、みたいな感じで出て、それでちょっと読めてですね、ただまあ言葉の意味だったりとかっていうのは全然わからなかったので、まあシンプルに勉強不足っていうところで45点中26点、まあ目標点数が大体半分以上だったので、まあギリ超えられたかなっていうところで、ただまあ国語は200点中119点で、まあギリ全体としては6割いかなかった。まあちょっと国語はかなり時間が圧迫される試験だっていうことがこの進化程で分かったっていうところと、さあここからどうやっていくのかっていうところでございました。続いて英語いきましょう。さあ続いて英語ですね。
で英語は結構僕の中のキー科目になってまして、英検の準1級を持っていたりとか、TOEIC は820点を取ったことがあったりと、まあ英語に関しては基礎力がゼロっていうわけではなくて、ある程度の下積み状態がある状態なので、英語は得意科目にしていかなきゃいけないと。まあ実際に東大の試験を受けれるっていうふうになった時にも、英語を得点源にしていかないとおそらく僕は受かることはないだろうっていう、ところでですね、英語はかなりまあ気合入っていたというような感じ、そして気合を入れていかなければいけない科目でございますね。そしてまず1月の能弁状態で受けた時どうだったかっていうと、リーディングが100分の69、リスニングが100分の86でした。まあ、正直この時点でもあれとリーディングどうしたっていう感じだったんですけど、まあ、共通テストとにかく量が多くて、僕の読むスピードでは全然間に合わなかったんですね。で、実際この東大チャレンジが決まる前もですね、共通テストを解いてみたっていう動画をやってみたんですけども、実際時間制限を置いて解くってことをやったんですけど、その時も100分の70点で間に合わないと。で、まあ、ほとんど点数がその時と変わらなかったっていう感じですね。100分の69で。で、まあ、リスニングはまあまあ悪くないと。で、まだまだ取れそうだなっていうふうに思ったっていうのが1月の、能弁状態での感想だったんですね。で、今回じゃあそれを踏まえてどうなるかと。で、プラスまあ、ね、そこから数ヶ月間勉強もしてるってなったら、それはもう上げないわけにはいかんだろうという感じで、まあ、それこそまあ本番とかは、やっぱり絶対9割以上は死守しなきゃいけないんじゃないかっていうふうに僕は見ていたんでございますね。で、目標点数が、100分の75から85、まあ、だからまあ8割ぐらいここで取っときたいと言ったところで、リスニングに関しては85から95%っていうような感じで、まあ、英語ではかなりもう本番、を想定したような点数というか、そんな感じで行こうと思っていました。で、今回実際取った点数がですね、100分の61リーディング、リスニングが100分の67とですね、めちゃめちゃ下がりました。これはかなり厳しいなと思いましたね。まあ、ただとはいえも前を向いていくしかないのでね、この点数受け止めて、しっかりとここからどうしていくかで軌道修正かけていくと、とにかく本番でしくらなければいいということで、そこは前を向いてるっていう感じなんですけど、びっくりしましたね。帰りのデニーズで丸つけたんですけど、びっくりして、へーと思って。瓶ビールちょっと追加しちゃいましたもんね。ですね、英語がですね、まあ、進化点になって、まあ、そもそも共通テストも量多くて、僕のスピードでは間に合わなかったと。で、今回進化点になって、さらに増えたということで、ちょっと僕びっくりしまして、問題解きながら。80分なんですけど、大問が8個あって、丸々全部というか、その大問8個全部長文問題なんですよね。だから、マークすることを考えたりとか、あと後半になるにつれて、重くなっていくんですよ、問題が。なんで、1問を10分でやっても、マークするっていうことを考えると、見直しとかもしたいんでね、間に合わないと。なるべく75分ぐらいで終わらせたいじゃないですか。ってなってくると、1台に10分かけれない。で、さらに後半、さらに重くなっていくっていうことを考えると、もう最初の大問1、大問2とかって、長文にもかかわらず、もう5、6分とかで多分解いていかないといけないんですよね。これマジで平均点どうなんですか？これ僕が低すぎるのか、平均点も下がるのか、意外と平均点はなんかね、例年並みというか、ね、共通テストとかだったら大体50点から多分54、5点とかを多分行き来していると思うんですけど、まあセンター試験もそんな感じですよね。高いと6割とかで、ね、それくらいだったと思うんですけども、これ、どうなんですか平均点。これ平均点が55点とかだったら僕結構きついんですけどね、61点でしたね。で、まあこれどんな感じだったかっていうと、僕問5までは2ミスだったんですよ。今僕見返したら自己採点を。問5まで2ミスで、だから、ね、もしかしたら8割、9割ペースだと思ったんですけど、まあ、問5までにミスで、あと6、7、8あるんですけど、なんとなくおぼろげな記憶として、問5ぐらいまで来た時に、残り時間が多分30分切ってたんですよね。大体。で、要するに1問10分でやってギリだと。で、たださっき言ったように、問題は後半になるにつれて重くなるので、重い3問が残った状態で、残り単純計算で10分ずつしかかけれないっていう絶望的な状況のことに気づいて、だから問い後までも結構かっ飛ばしたんですけどね。まだ足りなかったんですね。もっともっとかっ飛ばさなきゃいけなかったんですけれども、まあ何にせよ、まあ問い後まではそのペースで来れてたんですけど、そっから大崩れしましてね。多分時間に追われたっていうのと、もうそっからどう解いていくかっていうところが、やっぱうまく噛み合わなくて、めちゃくちゃバーって点数落としちゃって、61点になっちゃったと。これと、またね、国語と同じでね、時間との戦い。
どうやっていくんだっていう感じなんですけどね、どこまで早く読まなきゃいけないんだっていう感じでございましたね。で、続いてリスニングも、僕リスニングが得意なはずだったんですが、67点、これひどいです。ひどかったですね。でね、リスニングもちょっと難しくなってた気がしますね。というのも、英語がちょっとTOEICっぽかったというか、TOEICって、いろんな国の言語の英語で話されるんですよ。例えばオーストラリアンイングリッシュとか、ブリティッシュイングリッシュ、アメリカンイングリッシュとか、結構多国籍の英語をこう聞いていくっていうのが結構TOEICのリスニングの特徴で、それっぽかったんですよね。あれと思って、共通テストとかセンターってこんな感じだったっけみたいな感じで、すっごいバチバチのこうなんかブリティッシュの人も現れて、でちょっとオーストラリアンっぽい、オージーっぽい人もいてみたいな、かなり国際的豊かな、で、日本人のまあ綺麗な癖のない、英語もあってみたいなので、何ってなって、それでかなりね、まあ、とはいえなんですけどね、かなり落としちゃって、普通に聞き取れなかったなっていう。まあ、正直、結構僕、模試の前に緊張しちゃって、あんま寝れなかったんですよね。かなり睡眠不足で行って、しかもこの模試がですね、12時間ぐらいありまして、ちょっとここに模試のスケジュール出しておくんですけど、まあ、こんな地獄のちょっとちっちゃいかな、ちっちゃいかもしれないんですけど、まあ、要は8時10分、8時半ぐらいから始まって、8時10分まで、ほぼノンストップで行くみたいな感じなんですよ。もう、問題終わったら次のなんか、問題の受験番号書き込んだりとかをやって、その間に問題が配られて、そんでもうスタートみたいなね、バーってやって終わって回収されて、また次の問題が配られて、その間にこう受験番号とか書いてスタートみたいなので、うんなんだったんでね、もうノンストップでその襲いかかってくるのが12時間ぐらい続くみたいな試験で、まあ英語のリスニング試験が、4、5時間ぐらいまあテストやって、その後30分休憩挟んで、で、リスニングだみたいな感じでですね、まあ寝不足の状態で結構やっぱりもうその辺でね、だいぶ削られてきてるんで、っていう状態で聞くと、やっぱりダメだったなと。やっぱりここで学んだのは、まあもちろんそれ込みで実力じゃないですか。なんなら本番の方が寝不足になっちゃう。その緊張して寝れない可能性全然高いじゃないですか。だから僕弱いんですよね。その辺ね。あ、ドキドキするってなって寝れなくなっちゃって。これ込みで実力だなっていうのを痛感したっていう感じですね。こんな言い訳通じないじゃないですか。ね、このセルフハンディキャッピングみたいな。通じないと。しょうがないとね、ぐっすり眠れたやつ、ね、全然寝れなかったやつ、同じ土台で、同じ舞台で勝負するというところなんで、なんとも言えないんですけど、ただ逆に言うと、その状態でもう点数取れなきゃダメだなって思いましたね。逆に前回だったら多分もうちょっと頭回って点数取れたなっていう感覚はあったんですけど、やっぱり本番を完璧で全開な状態で挑めるとは考えにくいので、割と良かったかなと思いますね。多分本番もこれくらいの頭の回転になるんじゃないかっていう。だから逆に言うと、やっぱりこれくらいの状態でもう8割9割楽々取れるっていう風に慣れてれば、もしね、本番とか全開だったらもっとね、警戒に解けるんでしょうしっていう、なんかいろんなのが結構今回反省として、そういう意味でもね、結構いろいろと勉強になったなというような感じで、リスニングもかなり難しかった。やっぱり練習が必要だなっていうのをね、こう痛感しましたね。ただ英語も国語と同じでかなり厳しい戦いだということが分かりました。では続いて、社会科目ですね。はい、それでは、公共倫理ですね。僕は社会は公共倫理という科目を選択しました。でですね、これも新課程に出てきた科目で、旧課程だと公共っていう科目がないんですよね。なんで僕も公共って何っていう、何も知らない状態で今回突っ込んだっていうような感じなんですけど、未だに知りません。公共という科目が何なのか。まあね、夏あるいは遅くて秋ぐらいから社会は間に合わせようかなというふうに思っているので、そこまではノータッチで行く予定なんですね。なんで、まあ公共とは何ぞやっていう状態で今いるんですけども、まあ、何にせよですね、1月の納弁状態の僕、その時は倫理政治経済っていうね、もうその科目なくなっちゃったんですけど、政治経済なくなっちゃいましたけども、倫理政治経済っていうのに受けまして、その時の点数が100分の60と、結構耐えなんですね、これね。12年間ね、パッパラパーで生きてきたにしては、ギリギリ耐えれたと。いう感じで、まあ、運がかなり味方したっていうところもありますけれども、耐えれたと。で、まあ、今回新しい公共っていう科目が加わる、さ、どうなるんだっていう、しかもまあ、多分運に助けられたなと、いったところで、今回の目標点数は100点中40から50点、まあ、こんくらい取れたら御の字だろうと、いうところで挑んだんですけれども、本番と言いますか、自己採点結果、100分の63ということでですね、なぜかちょっと上がったっていう、ことで、まあこれをなんとか、まあ耐えですよね。うん、耐えれたっていうような感じで。まあすごく点数下がらなくてよかったなっていうところで。まあ倫理がね、僕すごく好きで。まあそのうっすらとした知識が、その1月も残っててくれて、まあ今回も残っててくれて、なんとか耐えれたっていうような感じで。まあただ公共倫理ってなって、どれくらい変わるんだろうと思ったんですけど、結構なんか倫理に重きを置いた雰囲気があって、
て、なのですごく僕としては、まあ、解きやすいというか、まあ、楽しかったというかね、すごく嫌だなっていう、まあ、今回が初めてのね、公共倫理のテストだったんで、これですっげえきちいなってなったら、ちょっと苦しかったんですけど、ただ、そこに対してあんまりなんか、極端な苦手意識みたいなところは、なくいけそうだなっていうふうに思いました。まあ、何にせよ100分の63ということで、まあ、ギリギリ耐えれたという感じですね。で、このまま、まあ、ちょっと社会科目とは言えないかもしれないんですけども、情報行きましょう。情報1ですね。これまた新科目で必須になったんですね。これがね。だから、1科目増えたんですよね。この新課程になって共通テストが、どんどん国立への道が厳しくなってくるっていうのを、感じましたけれどもね、もう何させたいんでしょうね、高校生にね。どんだけ詰め込まなきゃいけないんだっていうような感じですよね、本当に。何にせよ、まあ、情報1とは何ぞやという状態で、もう完全ノー弁で突っ込んだという感じなんですけれども、まあ、これは初めて受ける科目なので、1月のデータはなしで、目標点数は100点中30から40点と、言ったところでございました。まあ、もう何もわかんないんでね、とりあえずこれくらい取れたらいいな、みたいな感じで挑んだんですけれども、結果は100点中51点ということで、まあ、なんとか常識で解ける問題がね、あって、それで51点取れたっていう感じなんですけれども、ただ、プログラミングの問題のセクションがありまして、そこ僕、丸々0点でした。勘1個も当たらずっていうので、確か25点かな、25点中0点でしたね。なんでね、そこちょっと頑張りたいなと。てか、かなりやっぱり情報1もね、しっかり勉強しないと、やっぱり8割ぐらいはなんとか、キープしなきゃいけないんでね。で、まあ、そのね、プログラミングについてなんですけど、で、これどれくらいのレベルなんだろうっていうので、まあ、これ僕大人の力を使ってですね、友達にエンジニアが何人かいるので、まあ、その中で、一番、仲良くしてもらってるエンジニアの友達にですね、送ってみたんですね。まあ、僕がそのチャレンジしてるっていう、この受験勉強してるっていうのは知ってて、で、その情報っていう科目があって、で、プログラミングの問題出たと。で、俺がアホすぎて0点だったと。これどうなんだと、難易度はっていうのを聞いたんですけど、そしたら、めちゃくちゃ簡単だと。まあ、ちょっとわかんないですけどね、今回のテストがたまたま簡単な問題が出た可能性も十分にあるんですけれども、ただこのレベルだったらこれやればいいよみたいな、いろいろちょっと教えてもらってありがてえと思って、それで逆にこれやって解けなかったらもうそれは誰も取れないからみたいな、とりあえずこれやっとけばいいみたいな、そのね、レベル感に合わせて教えてくれたんで、まあ、それやりつつ情報の参考書とかを、まあ夏あるいは早くて夏あるいはまあ秋頃からバーッとやっていこうかなと思ってまして、まあ情報はそんな感じでございました。では理系科目いってみましょう。さあ続いて理系科目、まず数 1A から、1月の脳弁状態だと100点中33点でございました。で、目標点数が100点中45点から55点、まあだいたい 50% 前後いけるかっていう風な目標設定にしました。ってなった時に、今回本番どうだったかというと100分の45点、まあギリギリでしたね。もうちょっと取れてよかった感じです。実際、やっぱりね、解き方でしたね。まあ、共通ですなりしてないっちゃしてないっていうところが影響したのかもしんないんですけれども、なんか知んないけど、めちゃくちゃ時間圧迫されちゃいまして、多分、数 1A よりも、数 2B の方が、まあ、数 2BC ですけどね、数 2BC の方が時間圧迫されるはずだったんですけど、なんかいらん問題ですげえ考えちゃって、それでなんか時間圧迫されて解けた、もうちょっと時間かければ解けるはずのところが解けなかったっていうような印象でしたね。で、プラス、まあ、僕、平面図形がめちゃくちゃ苦手で、ただまあ今回はもう別に今の実力を測るっていうところだったんで、あんまり苦手科目を詰めていくとか、そういう感じじゃなくて、普通にフラットな状態で受けたっていうのもあって、平面図形がマジで20点中でしたっけね、20点中2点とか4点とか、みたいな感じのところがあっちゃって、やっぱ苦手なんだなというか、解けないもんだなと思って、まあ、今青チャートを中心に勉強してるんですけど、平面図形のところは一周さらっとやっただけで、まだ全然詰め切れてないっていうところもあって、やっぱ点取れなかったなと。で、逆に確率とかは、確か半分ぐらい取れたんですけど、ただこれも本当に最後の10分とかに駆け込んで半分とかになっちゃって、これも時間かけてれば全然7割8割、あるいは満点取れたかもっていう、感じで、ちょっとそこの反省が残る感じでしたね。なんで、うまく時間調整してたら、ただそんなボカンで上がるわけじゃなくて、55点から60点ぐらいはいけたかもなっていう感じでしたね。ちょっとそこが悔やまれるところでしたけれども、まあなんとか、目標点数は滑り込みでいけたっていうような
感じですね。まあさらにやっぱりね、理系なのでね、ここで頑張ってどん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 上げていきたいなっていったところでございます。続いて数二 BC ですね。でまず数二 B が、数二 B だったわけですね。この前までの進化9課程だと、1月に受けた、数学 2B が、100点中44点だったというところで、今回の目標点数が100点中55点から65点。まあ、2B の方が良かったので、まあ、2B の方が高く目標点数が設定されているというような感じでございますと。結果取れた点数が100分の65点ということで、まあ、目標点数の上振れの方で取れてくれたっていう感じだったんですけど、ただこれもね、もっといけたんですよね。もう俺わけわかんないミスしてるんですよ。1A もね、2問ぐらいわけわかんないミスしてて、で、2B もね、わけわかんないミスしちゃったんですよね、本当に。もう明らかに違うのに、その答えにしちゃってるというか、とか、もう、またこれもね、時間がちょっと、足りなくて、最後の方か、だいぶ駆け込んじゃって、なんか、楕円の問題が出たんですけど、楕円の焦点間違えるって、もうわけわかんないことしてて、めちゃくちゃ焦ってバーッと取れちゃったんで、だからそことか、含めるともっと取れたなっていうね、というのと、やっぱりそういううまさで点数が変わっちゃうという恐怖ですよね。これ本番でやったら終わりだわっていう。そしてまあこれを2回3回と共通テストもし受けていって、ちゃんと自分の出せるベストスコアを叩き出すっていうことですよね。だ要はもうちょっと考えたら解ける問題と、もうこれは考えても解けないから飛ばそうっていう、そこのうまさだから結局、あ、解けそうと思って考えたのに、結局解けないっていうロスが 2B はあって、なんで、確実に70取れたんですよね。70は取れたんですけど、で、問題見返してもね、まあ、特にベクトルのところとかが、確か、本当に 20%、30% ぐらいしか点数取れなくて、ただこれも時間があれば解けて、で、それも時間が全然作れたんですよね。いらん問題で時間使っちゃってたんですよ。なんで、うわ、これ痛えなと思って、で、それでやっぱりポロポロ落としちゃって、だ多分、うまくやってれば70点台は乗せれたのに、それが、そういうことをすると65点になっちゃった。で、しかも、それがもう、あなたの点数ですよと、この点数ですよと突きつけられてしまうっていうね、このなんか、うわ、すげえ戦いだなっていうのを感じてっていうところでしたね。まあ、ただね、何にせよね、点が上がってくれてよかったなっていうところはね、一安心ではあるんですけれども、ちょっともうちょっと取れたかなっていう感じでしたね。多分ね、簡単だったんですよね。なんかそんな気はしました。多分本番もっと全然むずい気がするんですよね。だからそれもあって、もうちょっと、このなんかテストの内容だったら取れてなきゃダメだったかなみたいなのを、ちょっと感じるような、ところでございましたね。まあ、そんなところで、数学は、行ったというようなところでございました。続いて理科ですね。理科は物理化学選択で、1月の脳弁状態は物理が100分の27、化学が100分の32と、まあもう12年間のブランクもあってっていうことで、まあほぼ勘になってしまってこうなったという感じなんですけれども、で、今回の目標点数が物理が100分の40から50、化学が100分の30から40と。で、やっぱり化学はかなりこう定着するまでに時間がかかると見ていて、勝負は7月だっていうふうに見てるんですね。で、まあ、物理の方が今力を入れていて、やっていると。で、化学がやっと最近スタートして今爆速で頑張ってるというような感じで、まあ、ほぼこの共通テストを受けた段階では化学は脳弁で、ただ物理が点数取れてくれないとやばいんじゃないのっていうようなところで、目標点数をここに持ってきたというような感じです。で、実際取れた点数はですね、自己採点の点数は、物理100分の32、化学100分の35っていう感じで、これかなりやっちゃいました。これやっちゃいましたね。で、物理に関しては、これね、解き直したら解ける問題が結構多くて、まあ結構つっても3問ぐらいだったんですけど、ちょっとこう物理、これ取れなきゃ怖っていう緊張感で、解ける問題に変、めちゃくちゃなんかなんつうんですか、問題、僕がやった筆跡を見直したら、なんでこんなことしてんのっていうので、ポロポロ出てくる数値が違って落としちゃっててみたいな感じなのがあって、なんで3問ぐらいはできたんで、つってもまあプラス10点ぐらいなんですけど、3問だとね10点12点ぐらいなんで、まあギリまあそこが解けてれば40点台乗ってたというような感じなんですけど、ただとは言ったものの、解けなきゃいけない問題が解けなかったなというか、やっぱりそのさっき定着するまで時間かかるんじゃないかっていう読みだったんですけど、まあそれが悪い方向に当たってるというか、まあ本当はね、もっともっと早く定着させなきゃいけないところであるんですけど、やっぱ時間かかるなっていうのがあって、そのうわ、これ解き方覚えてるけど、なんかあれやったの覚えてるけど公式なんだっけとか、どう考えるんだっけこれみたいな。すごいこの、ここまで来てるけど、でも結局解けなかったら0点じゃないですか。だからそれで、うわーっていうのが、
結構あって、割と4月が、電磁気を中心に勉強していて、でまあこれね、4月の勉強の成果報告って動画あるんですけど、そこでも話したことなんですけど、なんかめちゃくちゃ悪い勉強法しちゃって、これ本当にめちゃくちゃのロスしちゃって結構やべえなと思ってるんですけど、その4月がその電磁気が苦手だから電磁気を結構いっぱいやって、でその結果波とか熱力学とかあの辺熱のところだったりとかがめちゃくちゃ薄まっちゃったと。だから本当は苦手な電磁気はそこそこにして、しっかりと定着してきた波とか電磁気とかを固めていくのが良かったのに、電磁気も微妙で熱と化学がめちゃめちゃ薄くなるっていう事件が起きた状態で突っ込んだこの物理のテストになっちゃって、でしかも出たのが力学波熱力学だったんですよ。熱だったんですよ。電磁気出なくて、綺麗に力学と波と熱でございまして、その熱とか波がもう、うわこれやったぞこの感じのやつで、うわでも待って、なんだっけ、熱力学第一法則とかってなんだっけみたいな感じとかなっちゃって、うわ内部エネルギーめっちゃやったなみたいな、このやった記憶とかがあってみたいな感じのがもう続いちゃってね。いやだからマジでもうちょっとで取れそうな気がするなっていう。で逆に今取れそうな気がしてる。これで詰めていって取れなかった時めちゃくちゃ怖いなっていうふうに思いますね。なんでこの5月が理科マンスなんですよ。理科をとにかく勉強するっていうのを、まあ5月の、5月に終わらせる大問題集参考書っていう動画でも話してるんですけど、とにかく5月は理科と数産だっていう話をしていて、まあ今絶賛ね、理科をとにかく中心に、とにかく1日の勉強時間で一番多いのを理科にするっていうのでやってるんですけど、まあなんで、ちょっとこの、まあ、目標点数4、50点、まあ、大体物理はやっぱり 50% ぐらいはもうこの時期で取れてないとさすがにっていうのがあるんで、で、科学がどんだけ追いつけるかみたいなところあるんで、ちょっとこの5月、この理科マンスっていうことで、この5月の終わりに、まあ、共通テストの過去問使っちゃうと、ちょっと直前のね、練習の時に効率悪くなっちゃいそうなんで、まあ、センター試験の物理の問題を5月の末に解いてみて、まあ、多分動画にするんじゃないかなと思いますけれども、解いてみて、で、この本当に物理がなんかもうちょっとやったら点取れそうなんですっていう、この感覚本当に合ってるのかっていうことを、ちょっと確かめようかなと思っておりますね。まあ、なんとかとにかく、まあ、この結果踏まえて、理科はとにかく理科マンスにしたのは正解だったなっていうのをめちゃくちゃ、感じましたね。で科学に関しては結構このなんかグラフの読み取りとかでなんか正解できる問題があったので、その結果物理よりも点数が高く出たっていうような感じ、まあ、あと勘もっていうかもう勘がほとんどなんで、これはもう別に科学の点数はまあみたいな感じで、まあ、次の7月ですよね。7月の時の理系科目の出来がどうかが僕結構ここでもう勝負の分かれ目な気がしてるんですよ、そこでの結果が。そうなんで次の7月でおそらくまあそこまでで基礎は固まってなきゃ終わりなわけじゃないですか。なんで僕は基礎が固まってると思い込んでる状態でおそらく行くことになるんですよ。そこでしっかり点が出るかっていうのがかなり勝負かなというふうなのを感じました。でですね、結果、今回模試の全体の目標点数だ、1000点中の目標点数は 50%なわけでございました。なので1000点中500点をとりあえず上回っていれば、今回のもし、まあ、自己採点なんでね、これもしかしたらあの信じられないぐらい僕マークミスしててめちゃくちゃな点数になっちゃってる可能性あるんですけども、一応自己採点での、点数はどうだったかというと、1000分の538ということで、一応得点目標得点率の 50% はクリアしたというような感じになりました。まあ、次が7月に 60% から 70% になってくるので、しっかりとこのまま勉強した分引き上げていって、なんとか戦っていくっていうところ。まあ、特に僕は夏までが勝負だと思ってるんですよね。夏までに、とにかく、まあ、夏終わるまで、夏、まあ、7月終わるぐらいまでですかね、僕の中の目安で。7月終わるまでぐらいに、理系科目がかなり難しい、ハイレベルな問題集を解いたりとかするレベルに行ってないと、もうアウトだろうというふうに思っているので、そこをなんとか目指して、やっていけたらなというふうに思います。今回第1回の自己採点結果は、そのような感じでございました。それではまた。